届きましたよ、盾が。今盾1個2個ですよね。武田信康チャンネル1、これはバンされました。で、現在ご視聴中のチャンネル2があちらですね。そしてこれ切り抜きチャンネルですね。公式切り抜きチャンネルで YouTube から盾が届きました。3つ目の盾でございます。盛大な拍手ありがとうございます。一説によるとシルバーの盾3つあると金に変わるって話ですけど、あと2枚必要。あと2枚なの？5枚あると変わるんじゃないかという。で、一応ですね、武田チャンネルおやつタイムね、武田信康チャンネルのおやつタイムが今4万ですか？4万4千。まもなく折り返し地点ですので、それがですね、10万に達すると4枚目ということになっておりますので、5枚目どうしたらいいのかしら。あ、バンされればいいのか。バンされればいい。あ、そのまま伸ばしていく。そうですよね、早く金が欲しいですけどね。でも金もね、もう折り返し、チャンネル2が今いくつでしたっけ？50超えたとこですから、もう折り返し地点ですからね、これからちょっとね頑張っていきたいと思いますけども。これ何、海外から直接どっから来てんだこれ。どこの国から送られてきてるのかよくわかんないんですけども、海外からですよね。ジャパンエクスプレスって書いてありますけど、ではちょっとこれ開けてみましょうか。こんな感じですね。 YouTube からお祝いの、なんか以前日本語だったけど今回英語ですね。この前日本語変だったんですけどね、以前なんか、はい、なんかフォントがバラバラだったりしてね。あ、コングラチュレーションということで10万達成ということで、一応ここに見にくいですけども、武田信康チャンネル公式切り抜きチャンネル10万ということで、あっちと同じデザインですかね。なんかこっちの方がね、質感がね立体的なんですけどね、ちょっとこっち簡易的ですけどね。まあそれでもね、重みがそこそこありますね。こんな感じで3枚目の盾いただきました。ありがとうございます。なんかダイヤもあるんですよね。ダイヤはいくつですか？1000万。で、自分ではめた方が早いかしら。私ダイヤモンドショーですからね。じゃあちょっとこれ飾る場所考えてください。写真撮っとこうかしらね、今のうちにね。写真を撮ってこれアップしていきましょうね。ありがとうございます。武田恒康チャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。本家武田恒康チャンネルでは毎週木曜日夜8時、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。